オーストラリアの砂の島、フレーザー島です。世界で最も大きな砂の島、フレーザー島はオーストラリアの東岸にある砂だけでできた島で、南北123km、 幅25km、 島の最高高度は 240m で世界遺産に登録されています。この石がない砂だけの島には大木が生い茂り、多くの鳥が生息しています。また島の中に透明度の高いきれいな水をたたえた湖、マッケンジー湖があります。この島では四輪駆動車でのみ通行を許されているため、私はスズキの K の四輪駆動車ジムニーを借りて島に渡り、東海岸の砂浜をドライブしました。フレーザー島、ただ砂だけでできており、その面積は香川県ほど。四駆のみ島でのドライブ許されて、我一人上 K の四駆で、フレーザーと島のドライブ心地よし、遮るものなし砂浜を行く。砂浜で群れているのはイソシギか、青き海背に羽休めたり、砂の島フレーザー島の真ん中に清き水たたえしマッケンジー湖、湖に入るをためらうあまりにも清く澄みたるその綺麗さゆえ、